結婚してから連絡が途絶えてなんとなく疎遠になっていた A 子から数年ぶりに CC メールが来た。離婚しました。もし元夫がそちらに行ったらすみません、何も知らないと言ってください。驚くというより何これ意味わからんだった。 A 子と最後に会ったのは結婚式で、以後はずっと年賀状だけの付き合い。旦那さんも式と披露宴でしか見てないけど、小太りで頭髪薄い、おとなしい優しそうな人だった。 A 子にどうしたのと返信したけど返事はないし、電話しても電源切ってる。夫に A 子からのメールを見せて、どうしたんだろうねと話した10日後くらいに、本当に A 子の元旦那が来た。夜の22時くらいだったかな。夫がドアロック越しに応答してくれた。夫が私に来るなと合図してたから、私は A 子元旦那の顔を直接見てないんだけど、夫曰く目がおかしかったそうだ。多分年賀状の住所を見てうちまで来たんだと思う。 A 子をかくまっているなら後で困ったことになるんじゃないですかとか、隠し事って良くないですよね、後悔するようなことになるかもしれないねとか遠回しにイヤーな感じで探っていったらしい。でも私たちは本当に A 子の情報を何も知らないし、夫がガンとして入れなかったら諦めて帰った。 A 子元旦那はそれきり来なかった。さらに数年経ってそんなことも忘れた頃、 A 子からメールが来た。元旦那に接見禁止令が出たとかいう内容。電話したら今度は出た。 A 子元旦那は結婚した途端 DV 夫に豹変し、でも外面のいい人だったので誰も信じてくれなくて、数年軟禁生活を送ったという壮絶な話だった。生理が止まったので元旦那に言うと子供だと元旦那は喜んだそうだ。そこは喜ぶんだなと不思議。そして産婦人科に診察に行ったら体中の不審な傷がバレて病院から通報されたらしい。そこからあれよあれよと引き離されて離婚になったらしいよと他人事のように言う A 子。なんでかというと当時のことを 90% くらい覚えてないと A 子は言う。記憶喪失だよ、ドラマみたいでしょと冷静に言う A 子に唖然とした。覚えてないから当時の話をしても感情が揺れないんだって。今は全然縁もゆかりもない土地に引っ越したとかで住所教えられないけどごめんね、この電話も近々解約するからとのことだった。こっちがメール2回電話1回、元旦那の来訪1回程度の経験の間に A 子が想像もできない壮絶な体験をしていたことが衝撃だった。子供はできてなかったそうです。ストレスで生理が止まっただけだったみたいと A 子が言ってました。いつも最後まで視聴していただきありがとうございます。この度新しいホームページを作りましたのでご案内します。アドレスは下の概要欄にも記載しています。ぜひ遊びに来てくださいね。